コスパ最高、人気の留守番カメラ、アトムカム2。当初3000円未満、今は人気が上がって4500-600円ですね。まずはアトム社の公式のコマーシャルを見てください。私は玄関先につけました。メダカのビオトープ監視に。と言いますのも、野良猫の被害が多いんです。そして撮れた映像がこれですが、まずナイトビジョンが奥のままだったらカラーの色は出るんですが、見えにくいですね。画像も荒い。ナイトビジョンをオンにすると、ほら、自動にすると昼間はカラーで、夜はこんな状態で映ります。もうすぐ猫が吐きましたね。こいつ、だいたい猫はメダカを食べたりとか、おたまじゃくしを食べたりとかしないと思うんです。ほぼいたずら目当て。最初は見てたら、してたりとかしとったんですが、途中からね、飲んでましたね、水を。これ飲んでるよ。そういうところにメダカはパッと逃げておらんわけですから、完全に喉を潤しに来てますね、これ。私のビオトープの水は浄化水も使ってますから、美味しいんやろな。この緑の、これが人体動物を感知する AI の機能ですね。そしてこのカメラはこういうふうに感知したときに、16枚までかな、無料クラウドの方に上げてくれてるんです。10何秒かが。そしてマイクロ SD カードに常時撮ってるわけですから、そこから引っ張ってきたらこういう映像がわかるわけでございます。すぐにその後猫対策をしました。次回はアトムカム2の設定などを詳しくお伝えいたします。